こんにちは、いけちゃんです。実は今深夜の3時半を回っていて、もう真っ暗だし、本当だったら寝なきゃいけないんですけど、今はすごく精神を病み散らかしてて全然寝れる状況じゃなかったので、もう暴飲暴食します。暴飲暴食といってもこれしかないけど、私は病んだ時にとにかく食べるんですよ。なのでこれから食べます。さっき麻婆豆腐を作ってきた。それと私の大好きなレモンサワー。じゃあ開ける。はい、乾杯。めっちゃレモンの味する。それで今日は私のメンヘラエピソードみんなに聞いてほしいみたいな、そんな感じ。深夜にダラダラと喋りたい時ってあるじゃん。今がまさにそれ。麻婆豆腐さっきコンビニで買ってきた。やっぱり病んだ時はご飯なんだよな。病んだ時の対処法って寝るか食べるかしかなくない？まあ温泉とかはあるけど、そんなに深夜の3時とか空いてないし。それで聞いてほしいんだけど、私が今なんで病んでるかって全然理由なくて、定期的に病むんだよね。なんか理由があったわけじゃないけど、漠然と不安に襲われるというか、焦燥感がやばいみたいな、そんなタイミングが定期的に訪れる。自分がうまくいってる時でもそういうのあるし、うまくいってなくてももうずっとテンションがこんな感じでずっと下がってる。メンタルジェットコースター。それで私の動画っていつも副音声なんですけど、副音声ってなんだかんだやる気になるのが元気な時なんですよ。なので病んでるちょうどその時にその感情を乗せることができないので、今は時間音声で撮ろうかなと思ったら、深夜なのにちょっと外がうるさい。私の家ってこっち窓だけどガラスが薄くて、車の通る音とかすごい入るんですよね。本当になんで病んでるのかわからない。そもそも闇ってなんだろうっていうレベル。だって私って常に精神落ち込んでるし、なんかあったわけでもないし、結局暇だから病むのかなっていう結論に至ってるんだけど、でもそんなに暇なわけでもないし、何のために生まれて自分が何をしたいのかとか考え始めた途端に急に心が沈んできて、もうどうしようもなくなって、もうギュイーンみたいな感じ。もうどうしようもないの。胸が苦しすぎてもう何もできないっていう状態になるんだよね。でそれが深刻化するとうつになるみたいな。うつ病の時とかは本当に心が苦しすぎて心臓病なのかなってくらい、もう心がギュイーンって感じだった。なんか今の私の状態ってこんなに病んだ病んだ言っててもメンヘラ程度なんですよ。所詮メンヘラ程度、ガチうつじゃないみたいな。だってさ、ガチで精神病んでたら YouTube カメラなんて回せないし、こんな喋れないし口数も少なくなるし。それと比べて今はもううつ病も寛解したし、だいぶ良くなってはいるんですけど、やっぱり自分の存在理由とか考えるとダメになっちゃうし、常にちょっと病んでる。常にメンヘラ。完全に心が軽くなることはない。といっても私の人生の中ではやっぱり浪人時代が一番厳しかったので、それと比べると今なんて全然生ぬるいんですけど、でもね、でもだとは言ってもやっぱ辛いものは辛い。何に辛いのかももう意味わからないくらい私は混乱している。私って結局病んでないのかな。ビジネスメンヘラ、たまにアンチさんにビジネスメンヘラとか言われて、本当にビジネスメンヘラなのかなと思ってしまうくらい、何で病んでるのか本当にわからない。いやでもビジネスメンヘラじゃなくて、やっぱり確かに心痛いんだよな。なんでかはわからないけど、わからない。誰にもわからない。私のメンヘラの要因はどこにあるんだろう。でもそういう性質を持って生まれたんですかね。 HSP とかいう人いるし、そんな感じなのかな。でも自分の心が弱い理由を HSP のせいとかにしていいんだろうか。高校くらいまでの自分は自分が心弱いということをどうしても認めたくなくて意地張ってたんですけど、どう考えても私は心弱いと思う。もうそれはさすがにこの数年で認めることにした。だって叩かれたら速攻でメンタル終わるし、叩かれなくても常にメンタル終わってるから。で特にメンヘラっている時ってあんまり理解されないかもしれないけど、外歩いてると車の音とか他の人のイヤホンから聴いてる音楽とかが漏れてるのがすごい気になったりとかして、何もその人はしてないし、私も何かあったわけじゃないのに、そういうちょっとした音にすごいイライラするんですよ。今までは全然気にならなかったものが気になってしまうとか、クーラーの音とか冷蔵庫の音とか電子レンジの音とか、うるさいんだけどみたいな感じで、どん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 自分の中に余裕がなくなって切れ散らかすっていう現象が起こるんですよね。
で心病んでる時って特に自分の容姿に関して悩むんですよ。結局顔面が強いって人生勝ちじゃないですか。で私の場合はみんなからいくら可愛いと言われようと自分の中の可愛い像みたいなのがあって、中条あやみちゃんみたいな、その顔になれない限りはもうブスなんですよ。なんでいくら可愛い可愛いと言われても、もう自分の中でいや私はブスだからって永久になって、でもうどんどん闇散らかすみたいな、周りの人の言葉が一切耳に入らない状態になるんですよね。アンチの言葉はすごい心に刺さるのに、という感じで、副音声だったらパッパッパって言いたいことをリズミカルに言えるんですけど、自家音声だったらこういう結論の出ないことをダラダラ言うようなめんどくさい女なんですよ、私っていう存在は。でもたまには自家音声で動画投稿もしたいなと思って、今日はこんな感じで撮ってみました。どうでしょうか。イケちゃん意外とこじらせてるしめんどくせえなってみんな思ってたのかなどうなんだろう。よかったらコメントでなんかください。コメント欄隅々まで見てるんで。じゃあよかったらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。また次の動画で会いましょう。バイバーイ。私はこの後は寝るのかな、もうちょっと闇散らかしてから頑張って寝ると思う。ということでおやすみ、バイバーイ。